はい、第11回キャッシュトーナメントを始めていきましょう。クチャネです。よろしくお願いします。今回は赤髪なかったマール、ルカ、レインのね、悪魔天使、そして、クラブに関してはフレーム、ブレードのみというね、最高セットでございます。やっていきましょう。ね、ごめんなさい、今日もね、ちょっと少しテンション抑えめでやっていきますけれども、その分ね、マイクにね近づいて喋るので、すごく低音が響くかもしれない。そこはご了承ください。お願いします。さあこれはどうするのが一番いいんだ。いきなり使うんか。いきなり使うのあり。ここってさ、パー4のやろ。どうなの、別に無理に使うんでもいいやつなのかな。これここでさ、向こうか、来えへんかな。けど、わーおーは、わーおー、わーおーわーおー、めっちゃ行くじゃん。めそんな行っちゃう。でも意外といいところ、意外といいところですね。まあ、とりあえず100で十分でしょ。手前でもいいでしょ。まあまあ、とりあえず手前でもまあ早くいい。まあまあまあいいでしょ。意外といいところに行ったな。これはね、意外と曲がる。1個分、2個分ぐらい。俺はそういう予感がする。曲がらなかった終わり。曲がらなかったので終わりです。はい、曲がりませんでした。終わりです。いや、ここ取れたやん、ほんなら。じゃあ、ここ取れましたやん。バーディー取れたやん。まあ、まだバーディー取れるね、これで。まあ、同じように、だって普通に、まっすぐ、あそこ飛ばすだけやから。まあ、あの部分別に、あれでしょ？だから、バンカーでもいいということで。てか、そうか。なるほどね、結局ここなのか。結局ここかいな。これって向こうか。これって来えへんのか。ここさすがにここって。あ、普通にさ、これ無駄、絶対来えへん。あ、絶対超えられん。シンプルにここで、ここさすがに高すぎて超えられんのかな。こうやって超えれんの。あ、さすがに超えられへん。この間を、間をせ、いけ間を縫っていく。意外と飛んだなびっくりした、めっちゃ飛んだ。え、そんないったん自分でもビビった今。80、うん、悪くない。曲がらんでしょ、これが十分でしょ。うん、オッケーオッケー、いいじゃない、いいじゃない。いや、1個目もったいな。1個目めっちゃもったいな。1個目がただただもったいない。絶対バーディー取れた。
あ、マジでこれあれやな。1個目のところ、バンカーでもやってもよかったな。これがどれぐらい いくかどうかわからんからな。80外食か。あ、行きすぎる。あ、行きすぎや。行きすぎだ。少しやろ。そんな曲がってないから、これで十分でしょ。で、すごくから 6.9 も7ぐらい。あ、やばい、弱いじゃん、言っちゃった。あ、めっちゃ曲がるやん。そっか、俺こっちに曲げたからか。かぁ。かぁ。いや、まあ、でも。まあ、でも、ここもさっき、80なんてやらずに、もうちょっと抑えめに振ってやる。1個目も、スペシャル使って、あっちまで距離詰めれば、バーディーバーディーバーディーで、いけるね。これはいける。これいけるぞ。これマイナス3取れるね、ここは。マイナス3取ってしまってさ、下がマイナス2ぐらいいけたらもう余裕なんじゃないの？イメージ。マイナス5さえ取れれば、なんか勝てるイメージがあるけど。さあ、ここは？まずは？なるほどね。素直に。素直にまずは。どこでも一緒。この距離であればどこでも一緒でしょ。届くでしょ、ウッドで。あ、やらかした。これはやらかしたか。これはやったか。え、でも結局、こっち変わったらちょっと違ったか。結局届いてなさそうやな。これはレインとかでやらないといけない、いけなかったタイプか。バンカーどうでもいいっす。バンカーでも十分でいい。バンカーでもいいですよ、全然。ここでも下ってるからやろ。っていう意味では別にこのまっすぐでさ、気持ちちょっとこっちにずらしといて、これぐらいで56ぐらい。うん、まあまあまあ、バーディーチャンス。ここはこれでいいでしょう。もうちょっとだけ、なんか曲がりにくい、これ。たまにちょっと曲がりにくいのやめて、これ。オッケー、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 いいよ、いいよ、いいよ、バーディー。いいバーディー。これはいいバーディー。やらかしてても大丈夫。お、ここは、あ、でもこれ結局、意味ねえじゃん。で、バンカーもクソもなかった。これで100でいっても結構いくんじゃない、これ。101ぐらいだよね。結構いくね。だよね、結構いくもんな。大きくね。はいはいはい。これはね、僕読めない。嘘でしょ。舐めてる。それは舐めてるわ。そのオートは舐めてる。それは舐めてる。さすがにそれは俺でもできるぞ。ここに乗っけれたら完璧なんか。あ、潰れちゃった。危な、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 危な。これももっと、もっと抑えめ、もっと抑えめでやると。OK、もっと抑えめで。ここ絶対ルカじゃなくて。
こっちのコースマジでルカ逆に無駄やったな。これで、あ、これなんで、なんでそっちに跳ねんの、おかしくない、なんでそっちに跳ねんの、使えねえ、使えねえ、うい、いいね。私の力見せたらーい。ここはパー4か。とりあえずここで乗っけましょう。90、88。オッケー。これは大丈夫でしょう。まあ悪くない。どこもそんな厳しくないな。いや思ったよりも。やっぱブレイド使いやす。とにかくブレイドが使いやすい。それに尽きる。だからここも、まあ、ぶっちゃけマイナス3取れるな。だからマイナス6はいけるね。ちゃんとやればね。ちゃんとできれば。問題はそうですけど。残り3回の間で僕ができるかどうかは知りません。できるかどうかは分からんけど。さあここが、なるほどね、素直に行くとあれですけど、まあまあいやいや、そんなに影響受けへんでしょ。906ぐらい。あーちょっとずれた。お、意外と行くな。なるほどね。もっともこっちで、まあ、距離的にはまあまあ悪くなかったんか、まあ、あっちでも下ってるからなってた感じ。もうちょっと、もうちょっと抑えめでもよかったんか。まあでもまあまあまあ、とりあえず41。あ、悪っ。やっぱうまいな、みんな。だからマイナス6取らなあかんから、ここか。まあ、マイナス6って十分やな、マジで。マジで十分すぎるな。オッケー。了解です。はい。ということで、これが第11回キャッシュトーナメントの、二次予選でございました。まあまあ、いけるんじゃないですか、皆さんもね。またルカが使えるので、ルカを使ってやってみてはいかがでしょうか。まあ、2個目はレインでいいかもしれない。というところで、これで終わります。あ、出した。